皆さんこんにちは。私の名前は鈴木優馬です。年齢は35歳、日本からやってきました。仕事はショーレストランで振付師とダンサーをしています。以前は劇団四季という日本で最も有名なミュージカル劇団で俳優をしていたこともあります。33歳までは男性として仕事をしていたので、女性になったのは遅い方だと思います。だからこそ私は世界の人に、年齢や環境に関係なく、いつでも自分の人生は変えられるということを伝えたいんです。小さい頃は活発で元気な子供でした。大きくなるにつれて男の子を好きになるようになり、自分に違和感を覚えてきました。高校の時の文化祭のミュージカルで女役を演じ、自分は女性になりたいんだと思ったんです。けれど当時は女性になる勇気がなかったので、ゲイとして生きるべきなんだと自分を納得させていました。夢であった演劇の世界に入っても、男性俳優として自分自身を偽って仕事をしていました。そして33歳の時、私は女性として生きたいと思い、それまでにしていた仕事を全て辞め、女性になる決意をしました。その時訪れたショーレストランのお店、トランスジェンダーの先輩やお客さんが私を支えてくれて、私に愛されて生きる力を与えてくれたんです。光栄なことにミスインターナショナルクイーン日本予選で世界大会への切符をつかみました。けれどそれまでの道のりは容易なものではありませんでした。ウォーキングやポージング、ドレスの着方など、ダンスとはまた違った女性としての動きを身につけるのに苦労しました。そして予選では初めてヒールを履いた時のことを思って振り付けたダンスを披露させていただきました。私がありのままの自分として生きるまでにはかなりの時間がかかりました。けれど私は今自分の人生の中で一番幸せです。だから勇気を持てば自分の人生は変えられるということを、 LGBT の人のみならず希望や自尊心を失った世界中の人に伝えたいです。スタンドプラウド、誇りを胸に輝けると信じています。なぜなら私ができたから。 I'm proud to represent my country Japan and give me a chance to represent you allIn making this world a better place to live. Thank you very much. My name is Yuma Suzuki. Bye bye.